取り掛かる。
三。タワーを停止させろ。やれ。三つの炎を心臓の中で絡まれ。聞こえるか？
失うわけにはいかない。ヘンドリックス、 DNI から引き出せるだけのデータを引き出すんだ。それじゃ脳が黒焦げになる。分かって分かっちゃねえだろ。こいつは知り合いだ。一緒に戦った仲間だ。この死に方は許せん。残念に思ってる。いいんだヘンドリックス。テイラーはコアレッセンスの惨事を生き残った二人を探してる。もうシンガポールにはいない。どうやってやつは移動した？国を裏切るなら新しい友を作ってからだ。くそ、上から敵が接近。イモータルズだ。奴らはしたか？弟を殺した連中か？はい、部下が向かっています。 CIA のセーフハウスの位置情報は受け取ったか？はい、まだ。沈めろ。部下がまだ下に。任せよ。調べてくれ。誰を探してるのか知りたい。ヘンドリックスから転送されたファイルをサーチしてみる。時間はかかりそうだ。ケイン、何か手はないのか。溺れるのはごめんだ。オーケー、ルートを指示する。扉を開けて研究所を浸水させろ。なんだと？お前正気か？うまくいくって。あなたたちの肺なら十分に水面までたどり着けるはずだ。ああ、分かった。なんか失敗したら呪ってやるからな、ケイ。さあ、びくともしない。システムオーバーライドする。援護しろ。あと少しだ。指示する。扉を開けて
させろ。なんだと、お前正気か。うまくいくって、あなたたちの肺なら十分に水面までたどり着けるはずだ。ああ、分かった。失敗したら呪ってやるからな。ケイ、そう、びくともしない。システムをオーバーライドする。援護しろ。少しだ。システムをオーバーライドする。援護しろ。あと少しだ。
無事か？大丈夫だ、ケイン。ケイン、まずいことになった。ディアスが CIA のセーフハウスの位置情報を流した。ここも含めて監視ドローンが確認。イモータルズがすでにこちらに向かっている。私たちでは阻止できない。シンガポールを出るんだ。待ってろよケイン、すぐ行くからな。